画像右側が、風上スターボード低優先の原則とは、二隻の小舟が互いに接近し、衝突する恐れがあり、二隻の小舟の風を受ける弦が、異なるとき、左弦に風を受ける小舟は、右弦に風を受ける小舟の振動を避けなければならないとする原則である。わかりやすく言えば、進行方向の左側にある船に対しては、こちらに優先権があるので直進してよい。 進行方向の右側にある船に対しては、こちらが避けろということである。船を正面から見た時の原頭とマスト等高等、緑頭がそれぞれ視認される範囲、回避線からは高等が見える。右舷にステアリングボードを装備していた時代、左舷に風を受けて走行している場合に比べ、右舷に風を受けて走行している帆船は、船体を左に傾斜した状態で進行し、 ステアリングボードは機能しづらい状況となる。従って、左舷に風を受けて走行している小舟の方が、より衝突を回避する能力の高い状況にあることになるため、右舷に風を受ける小舟の振動を避けることとされたことが起源とされる。大航海時代に由来するこの原則は、海上における衝突予防を目的とする国際条約である海上における 衝突の予防のための国際規則に関する条約に規定され、海上衝突予防法として継承されている。左舷側には、高等、右舷側には、緑灯の装備が法定されているのは、高等が視界にある船舶は回避義務があり、緑灯が視界にあるスターボード艇が優先であることに由来する。小船に由来する原則であるが、動力船の衝突予防にも適用される。 小船の中でも特にセーリング競技においては競技の性質上適用されることの多い重要なルールの一つである。この法律により会場では全世界共通で右側通行となっている。この原則に言うスターボード艇とはスターボードサイドに風を受ける船舶のことである。右舷とは船体において船尾から船首に向かって右側の橋でありスターボードサイドとも言う。 スターボードとは、ステアリングボードすなわちカジトリータのことであり、カジトリータを右辺線尾に装備していた時代から、現代に由来した故障である。このため船長が、相談員を兼ねる小型帆船では右側に座った方が、都合が良いため、船長は、ブリッジの右寄りの席となっている。左舷とは、船体において船尾から船首に向かって、左側の端であり、ポートサイドとも言う。 港に係留する際、舵取り板が装備された右舷側は陸付けに適さなかったことから左舷側をもって係留したことに由来する。正面から見た a t r 七十二の航空塔左側から見た a t r 七十二の航空塔航空機にとって小舟のルールは科学的意味をなさないが航空法は船舶の法律をもとに策定されているため空中では海上と 類似したルールが適用されており、右側通行である。航空機には進行方向と位置を表示する一等の装備が法定されている。左翼端に石灯、右翼端に緑灯、垂直尾翼端に白灯を装備する。また上下にも衝突防止等として赤色の先行灯が装備されており、船舶と同じく石灯が視界にある側に回避義務がある。 なお法律で規定されていないが、飛行機の機長は、すれ違う際に、相手がよく見える、左側の席に座る。AB 艦長、機長の席は右左機体の投下日,日本航空航空実用時点、キャプテン143右席と、左席日本航空。ありがとうございます。